滋賀県民ですか？ほんまやな、滋賀県民やのに京都に有名。
たくさん集まってくれると思うんですが、そんなことないです、人にしないでめちゃめちゃ楽しい時間を喋ります。はい、この前別のお店でワンマンする時にちょっと喋り少なかったなって言われて、今度は喋りますそうなんや、はい、鍛えます、喋り、あまり喋りが上手いほど本当にあのいろいろ面白いので、でまたエロいピアノビーエロくないんで難しいですけど頑張ります。はい、ね、また思いながら今日はね新鮮な形でね、時間がありますけど、また拾ってもらいたいと思うんですけど、山ちゃん帰ってきや、はい、山ちゃんだよ、今日はねその山田君の声かけてね、ラジオやりたいっていうふうに言ってくれたので、今日はブルースナイトということでね組ませてもらったんですけれども、逃げてる、でも帰ってくる気配がなさそうよ、帰ってきたくないおもろい、ほんまのミュージシャンってそんなこと帰ってる気になる、もうこの3人集まっただけでさ分かるやん、特にハーモニカ吹きは変わってありますからね、ハーモニカ吹きの中にあれを選ぶわけですよ、ブルースを選んでさらにハーモニカ選ぶわけですよ、でも花形でも真ん中の空席帰ってけ、あのお酒注文してあります、今お酒もまだ やれへんから、いやでも本当になんかね、毎年の時ね、みんなでもう一人でマネハネっていうバンドをやってた子と、その山ちゃんと私と3人が夢を持ってて、語ってたんですよ、2階で我が家で、なんかね、すごいまだ私も26ぐらいで暑かったんで、なんか絶対叶えようなみたいな話をして、夢叶えようなとか言って、なんかもし夢が、まあ、叶ってなくても、叶ってても10年経ったら絶対再会して、みんなでどんな10年歩んだかって語ろうなって言ってたんですよ。ほんなら、たまたま山ちゃんがモダンタイムスに遊びに来てたんで、山ちゃんあ、そうだね、ありがとうございます、あ、持ってこない、あ、もう好きで、ね、好きでした、好きでした、はい、ということで、はい、いや、どうでした、楽しかったですね、あ、もう、はい、めちゃめちゃ楽しそうですよね、あ、もう充実した一日を送らせていただきました、またね、でもどれが定期的にもライブになるのかな、まあ、季節の変わり目で季節の変わり目その終わったね、年にまあ4回ぐらい、はい、でも冬バージョンが今日で終わりという、あ、ね、冬バージョン、秋バージョン、今年があ、もう今年は終わりで、今年は来年、また来年、いつぐらい言いましょうか、あ、ここですか、はい、これはもう、日本版マスターもね、あれ、言ってもだら3月ぐらいですね、もう2月か3月か、その辺りにね、はい、またじゃあ、声かけして、どんな人やろうと思っておられるかもしれないですけど、本当にかっこいいハープ、ハープはけど舞台に立ってたらかっこいいね、そういう人ハープはかっこいい、なってない。